Luca Niaro sei fu qui. Sono tocchi Jesu ad esta ciniwaret. Fu seini, ma mireta tomide, tomodacci o zucurina sai. So ste o keba, cane gana kunatta tocchi, anata gata wa ei en no sumaini muka erete moraeru. Goku chisana, koto ni chuijitsu na mono wa, ooki na koto ni mo, chuujitsu de aru. Goku, chisana koto ni fu chuujitsu na mono wa, ooki na koto ni mo fu chuujitsu de aru. Dakara, fusei ni, ma mireta tomi ni tsuite chuujitsu de nakereba, dare ga anata gata ni honto ni kachi aru mono o makaseru daro ka. Mata, tannin no mono nitsuite chuujitsu de nakereba, dare ga anata gata no mono wo ataete kureru daro ka. Donna meshitsukai mo futari no shujin ni tsukaeru koto wa dekinai. Ippo wo nikunde taho wo aisuru ka, ippo wo shitashinde taho wo karonjiru ka. Docchi rakkara de aru. Anata gata wa kami to tomi to ni tsukaeru koto wa dekinai. Kane ni chujitsu, sumimasen. Kane ni shuchaku suru farisai ha no shitobito ga, kono ichibu shiju wo kiite Yesu wo azawaratta. Soko de Yesu wa iwareta. Anata tachi wa shito ni jibun no tadashisa wo mize birakasu ga kami wa anata tachi no kokoro o gozonji de aru. Shito ni totobareru mono wa kami ni wa imi kirawareru mono da. De, kyou wa kino no fukuin to no tsunagatteiru fukuin desu. 今日はある意味で昨日の、場面を照らす、照らす。どうして?神が私たちの心の中にあるすべてのものをご存知です。何をご存知?神様が私たちの心の中に何を見つかるのか。私たちの不忠実さ。私たちの不正義。不正義。この言葉が今日の福音、そして昨日の福音の最も基本的な言葉です。この、ね、キリストの話に入るための鍵です。正義と不正義。だから誠実、不誠実。私たちは、どこにいますか?イエス・クリストはよく知っていますから。イエス・クリストはそんなに感情的なものではないから、私たちのことよく知っています。私たちはみんな、みんな、天国から追い出されているものです。だから、天国の外には、すべては不正ですよ。悪魔の、ところです。いや、アントネル神父、お願いします。こんなにネガティブとか、ペシミスト。いやいや、これは事実ですよ。このファリサイ派の人々は私たちですよ。キリストは彼らを憎んでいません。キリストは彼らを愛しているからこそ、彼らを叱る。彼らに厳しく話す。で、私たちも、柔らかく話しかけたければ、かけてもらえたければ、もう本当にかわいそうですよ。嘘の世界のままに残ってしまうんですよ。まあ友達はそうかもわからない。あるいは別の、意味で厳しされるかもわからないけど、愛を持って厳しく語るのはキリストだけ。彼が私たちの心の中にあるものすべて分かっています。
私たちはお金は執着しているということを分かっています。でもお金を執着しているものは一番貧乏なものですよ。空っぽなもの、乏しいもの、何もないものですから、その金を探さなければならない。金に執着する、金の奴隷となる。天国にいないから、楽園にいないから、エデンの園から出てしまったものですから。ホト息子の例え話、まだ戻りましょう。最後の部分は私たちに一つのことを言ってくださる。お父さんがね、兄ちゃんにね、文句言ってた兄ちゃんにね、何を言う？ほら、なんで文句言うのか、なんで不正を感じているのか。あなたがいつも私と共にいるでしょ。私の家にいるでしょ。私のものは一切あなたのものでしょ。これを弟が失ってしまいました。これを弟が軽蔑したんです。もういらん。もう自分のものだけで、もうどこ行っけ。自分で使えよう。勝手に使えよう。善と悪は何であるか私が決まん。私が決めるよ。いや、もうまだまだお父さんのところも、私がこの奴隷から解放されようとする。ほら、私にふさわしい財産の分をくれ。これはアダンの罪。で、外を出て、不正の世界に入ってしまいました。実際に、自分に当たる、その、最も小さな、今日の福音に、こだまするでしょ。この最も小さな財産の分が、不正となってしまいます。不正なものとなってしまいます。正義を持って、ちゃんと使えるために預けられているのに、すべてを自分のため、自分の利益のため、自分の利益のため、自分の肉を満たすため、性欲を果たすため、自分を立てるため使ってしまいました。ですので、その、神の恵みである、その恵みだけではなく、まあ、恵みであるすべて、私たちの体、私たちの目、私たちの手、私たちの腕、私たちの足、の力、時間、すべて、愛のために預かっているのに、家を出て、お父さんとの関係を切っているから、すべて、不正のために使ってしまいますもの。すべて。ですから、なかなか喜びがない。いつも聞き、いつも文句、いつも暗い顔、いつも残念と思う。いつも相手を責めて、相手から自分に足りないものを探してしまいます。本当に、馬鹿な人生を送る。もうおかしい。もう本当に識別のないものとして目で見えない、何もわからない人となってしまいます。これは不正。だから、今日と昨日の福音が私たちの状態の写真を見せてくれます。で、キリストはそれをわかっています。だから、矛盾がない。もちろん一方では矛盾がある。矛盾もすぐ、なんか、ちょっとおかしいんじゃないの。不正な。すみません。不正にまみれた。不正にまみれた。富について、忠実でなければ。ちょっと待って。その、不正にまみれた富と、忠実。
関係がないでしょ。一つは悪いこと、不正。一つがいいこと、一つはいいことでしょ。だから矛盾が感じないのか。なんかちょっとおかしい、変ですね。キリストが言ってること。いやいやいや、キリストが私たちの心を知っています。今まで私がちょっとだけ、例えを取って、例えを使って、説明したの、私たちの心。不正で満たされている心。私たちの状態。キリストがよく知っています。彼が私たちをちゃんと理解する。私たちに嘘をつけて、ついてない。キリストが私たちに真理を持って語ります。あなた方は不正なもの。だから全てが不正。ああ、全てが不正であるから、なんか私の手に、私の頭に、私の心の中に、シュマイスラエル、心を尽くし、魂を尽くし、全力を尽くして神を愛しなさい。そして相手を、隣人を自分と同じように愛しなさいと。で、私たちは逆、すべてが私を愛する。私を愛する。これ、不正、ね。天国の外の唯一な立法、唯一な規則。自分のため、自分のため、すべて自分のため。これ不正。不正。悪魔から来る不正。だから、すべてはちっちゃなものとなって、私たちが今日、キリストに出会うと、新しいスタートができます。そう。不正の中に改心することができるという意味ですよ。あなたが私も不正。すべてが不正。そう。主人と奥さんと子供たちと両親と、兄弟と不正。不正ばっかり。で、この不正の中には忠実ができる。は？そう。これは良い知らせです。キリストが不正の中に入りました。キリストはその不正に死にました。不正の感のせいで死にました。一番大きな、もう考えられないの不正は何でしたか？キリストを殺すこと。キリストを苦しませる。キリストを悩ませる。キリストを迫害する。これは、で、私たちはこの私たちの不正、これの私たちの不正は私たちの救いとなります。どうしてキリストがそれを抵抗してなかった。ほふられた子羊のように全ての不正が彼のところに、下りました。集めました。全ての不正、全ての人々の不正、この世の不正全て彼を殺した。でもキリストが復活しました。不正から復活しました。キリストがこの世に来られている。来られていたのは、私たちをこの不正から解放し、そして、不正の代わりには正義を与えるためです。今日もそうですよ。今日も。だから、あなた方は、不正のために、自分の全てを使ったように、これから、あなたのすべては、正義のために使うことになる。これが先代の言葉よ。についてのことですよ。聖パウロの言葉ね。罪と不正が溢れたところでは、慈しみと愛が満ち溢れました。私たちの富は、まだ、準備されています。私たちのために、整えられているその富、つまりキリストご自身、つまり天国、つまり神との親しみ、神の子としてのその生き方、その霊、そのすべての賜物が、まだすべてがあります。いりますか？本当にいりますか？本当に不正を認めるか？今日。認める。自分が不正なものです。認めてくださる。認めてくださいとキリストが言います。認めてください。認めて。認めたら、私の正義があなたを追う。あなたを許す。
私のせい。あなたはなかなかできない。だから矛盾がない。その不正をと、その不正にまみれた富が、忠実に使えることができます。忠実にキリストと共に、キリストのうちに、キリストによって、つまりこのしもべと同じ、この福音のしもべ管理人と同じようにする必要がある。何をしたか簡単に説明する。昨日見てたでしょ。その時、その時代の時に、この管理人の仕事は、まあ、ある意味で簡単でしたね。つまり、主人のものが、例えばね、油の80リットルがあれば、この管理人が自分の利益を作るために、100リットルを通して売ってた。わかる？だからこの20リットル、この余った20リットルのお金が自分のものとなる。これは彼ら、この管理人の利益。で、この管理人は何をしたか？不正と認める。で、これから私がそのまま続けられない。できない。二人の主人に世話することができない。マモンか、神か、お金か、キリストか。ね、この時が来た。あなたのためも私のためも今日この時が来た。主人の前、奥さんの前、子供たちの前、両親の前、兄弟の前、仕事の前、健康の、悪い健康の前、などに、もう分かっています。そのまま続けられない。この不正の中に私は生きることはできない。どうすればいい？何しようか？一つ。この20リットル、自分の利益を捨てなさい。捨てなさい。裸になってほしい。考えてください。彼が、その、自分の囚人の、に対して借金を持っていた、お金を返さなければならないその人を呼んで、あなたは何、いくら彼に、私の主人に返さんとかん。あ、100リットル。100万円。さ、80万円書いて。彼が自分の20万円をもういらない。捨てた。裸となる。利益なし。天国に戻った。もう、見せつりだけに生きるように。神との親しみも戻った。この印をします。私は、私の利益を、もう、軽蔑する。もういらない。私が、相手の兄弟となる。相手と同じように。相手から利益を求めない。相手のお金、相手の感情、相手の愛情、相手の時間をもう使わない。もうこの時期が終わった。もう終わりました。私は違うものとなろう。お願いします。で、キリストが現れるとこれをなさる。今日、あなたの兄弟、あなたの娘、あなたの主人、奥さん、呼んで、すみません。あなたは何を返さなければならない。私があなたに、あなたから取ったその時間、あなたの名誉を汚したでしょう。返します。あなたに世話する。あなたのために時間を使う。神の御旨に従ってセックスをする。あなたの体を使わない。あるいはあなたに自分を渡します。したくなくても、私の体があなたのため、どうして、ね、聖なるものであるから、私たちの結婚、など、ね、子供が、今まで私が、両親に従わなかったけど、それによって利益をもらうと思ったが、もう不正ばっかり。結果は不正ばっかり。喜びなし。いつも失敗。いつも文句、イライラ、落ち着かれない。いや、もう終わり。終わり。終わり。両親、お父さん、お母さん、許してください。
許してください。これから、あなたと共に、天国に行く、その道を歩もう。つまり、教会の道、信仰の道を歩もう。こういう意味ですよ。友達を作る。友達。友達。そして友達と共に、共同体と共に、教会と共に歩むことになる。相手から何も頼まず。これは私たちの道。これは、忠実に不正なものを使うことです。この人間的な矛盾が聖なる場。神様にとっては聖なること。だから、もちろん、バカなことでしょ。この世のためには。考えられない。不正から不正へ行くからね。この世は。だから、最後の文がわかる。最後の文がわかる。人に、尊ばれるものは、神には、忌み、嫌われるものだ。で、逆に、人間が嫌われるものが、神にとっては素晴らしい。褒めるべき。あなたの謙遜、あなたのへりくだる、最後のものとなり、すべてを捨てる。自分が相手の前にひざまずく、友達のために命をかけるのは、それは愛であると。これ以上に愛がないと、クリストの言葉でしょ。だから愛、どういうふうに私たちが、相手を、友達に変える。彼の前にひざまずいて足を洗う。それは本当のしもべとなる。不忠実である、不正である私が、クリストによって、クリストの愛によって、クリストの許しによって、クリストが私の前にひざまずいて、私を清めたことによって、私も彼と共に相手の前にひざまずく。これは尊いこと。これは信仰への道の一歩一歩の、歩き方です。信者、キリスト教のもの。私たちはキリストに属する。不正に属していない。良い日を。